原子力発電所の安全確保の基本は、原子炉を止める、燃料を冷やす、放射性物質を閉じ込めることです。私たちが教訓とする東京電力福島第一原子力発電所の事故、当時福島第一原子力発電所は地震の揺れを感知し、自動的に原子炉を止めることに成功しました。また地震の影響で外部からの電力供給が停止したものの、発電所内にある非常用ディーゼル発電機が自動的に起動し、必要な電力を確保、燃料を冷やすこともできていました。しかしその後に起こった津波の影響で、非常用ディーゼル発電機などが浸水し、すべての電源を失うとともに、必要なポンプも使用できなくなり、燃料を冷やすことができなくなりました。こうした状況が長く続いたため、燃料が高い熱によって溶け、原子炉の中心部が損傷、放射性物質を閉じ込めることができなくなり、重大な事故に至りました。この事故の教訓や海外の知見などを踏まえ、国の原子力規制委員会により、原子力発電所に対する安全規制が全面的に見直され、現在新しい規制基準が運用されています。伊方発電所ではこれまでも非常用の電源や冷却手段を確保するなど、重大な事故を起こさないための対策を講じてきましたが、これら従来の備えに加え、国の新しい規制基準に適合することはもちろん、さらに自主的な対策も講じることで、一層の安全性向上を図っています。